こんにちは。ジャイブ研究所所長のぶです、今日は、どんなお話をしようかなと思ってね、考えてたんですけども、ちょっとスラロームについてちょっと考えようかなと。あ、そうだ、先週、サロンのメンバーさん、新しいメンバーさんがちょっと入ったんですけども、スラローム大会で、アマチュアのスラローム大会で決勝に残りたいんですみたいな話、あとね、何年か後にはね、っていう話をちょっとして、あ、じゃあやりましょう、新しいグループ作りましょう、スラローム大会で、決勝進出グループを作って、じゃあ一緒にやっていきましょうっていうちょっと話でね、こういうちょっと話をして新しく入ってきたのよ。そんでそれでちょっと、そう、ここからグループとして、何年1年かね、かけながら、決勝に残るためのプロジェクトを組んで、やっていこうかなと思って新しいプロジェクトを組んだんですけど、ちょっと話、その話をしておこうかな。その話っていうか、このスラロームで勝つための必勝法っていうのが実は言うとあるんですよ。結構簡単なことなんですね。でこれね、なんだろう、大体ねスラロームで勝ちたいというと、ほとんどの人がトップスピードを上げる練習をするんですよ。一生懸命なんですよ。いかにトップスピードを上げるか、スピードを上げて上げてみたいな練習をすっごいするんですね。私は多分、そんなことしませんね。というか昔からそんなしてなかった。一時期したこともあったんだけど、まあ、スラロームの高橋ね、昔よく出てたので、アマチュアの大会だったら結構優勝とか準優勝結構したんですよ。で私身長165センチないんで、すごい小柄なんですよ。身長、それで体重もあの当時だからなかったのかな、60キロなかったぐらいですかね。それでも結構大柄の選手と混じって大会よく出てて、まあ、スラロームの高橋で優勝したりとか結構してたんですね。これ何が違うかっていうと、その時の経験が結構ね重要なんだけども、スラロームずっと大会出てて最初の頃全然勝てないんですよ。やっぱりね、なんで勝てないかって考えてたんですね。まあ小柄だからね、大きなセル使えないしっていうのも、 どうしても多分ね、体格の勝負っていうのは結構あるんですよ、スラロームの場合はね。でそこで勝とうと思った時に、どうすれば勝てるかなと思った時に、やっぱり私の場合はね、ジャイブがやっぱりウェーブもやってたので得意だったので、ジャイブをもっともっと極めて、ジャイブで抜こうと。大体ね、あの当時だとね、今もそうかもしれないけど、トップクラスっていうかね、スペシャルクラスがなければジャブで買い、大体が失速するんですよ。だからそこでもし失速しなかったら、そこでね 2,3 人抜けるんですよ。でマークが4つあれば、必ず上位に行くわけですよ。これ単純な計算すると単純な話。他の人が失速して、自分がもし失速知らないで止まらないジャブができたら、そこで1人抜けたり2人抜けたり、っていうことになるわけね。一番多い時はね、8人ぐらい出て、前の6人ぐらいがこけておかげで、ペケからトップになったっていう話もちょっとありますけどね、そういうのはちょっと今めったにないと思うんだけども、まあだからジャイブがこけないっていうこと自体でも上位に上がるんですね。ただそこプラスアルファジャイブが失速しないってなったら、もっと勝算があるわけだよね。だから私はそこに勝算を見出したんだよね。だしトップスピードって大会よく出てみたらあまり変わらないんですもん。いきなり後ろからダダ抜きされたとかね、自分がダダ抜きしたとかね、そういうことほぼないんですよね。たまにレベルの違うね人がいるときには、そのときにはもうダダ抜きされるんだけども、そうじゃないとほぼトップスピードとかレールの間でこう後ろから来て抜かれるってのはめったにないですね。よっぽどガッシーなコンディションでね、ブローを掴まないって話が出てくれば、また戦略的に変わってくるんだけど、今はダウンスラロームですからね、ダウンスラロームはほぼ、直線で行くってことはほぼありえないのかなっていうちょっとね話で、それで私はジャイブっていうのにね、ちょっと頑張って練習して、でもジャイブで失速しなくなって、あといつもコントロールで、あとコントロールできるっていうのは結構重要なのかな、ジャイブ途中でレールがね、前の人が、失速して急に変更コースが変わったりとか、前の人がこけたら、これ前の人がこけてそのまま一緒にこけてたら、これはもうどうにもなんですかね。それを回避できる、ジャイブの途中でのレールコントロールができるっていうことがもう結構重要でね、それができるようになってから、やっぱりね、結構安心、ジャイブマークで1人2人必ず抜けるからっていう安心感がすごいあって、だから必ず決勝に行けるってもう自信がねだいぶついたのかな、それでついたのかな、っていうことです。だからまあ一つとしてはジャイブっていうのはやっぱり重要な、ことになりますよね。あともっと重要なことはもう一つあるんだけどねこの話もちゃんとしていきましょう。あとはスタートですよ。
でその後にこう考えてたことはやっぱりその、まあ、一番最初にでも考えたのは スタートですね、うん、だから今もそうだと思うので昔はこうクランチングスタートとか、ね、あと、ビーチスタートとかっていう方法があってあとはその後ねあの会場スタートとか時計見ながら何分にスタートみたいな感じです。だからこのスタートはね先ほどの話をちょっと加味するとほぼ決まるんですよ、うん、だからトップスピードで抜きつつ抜かれつつのほぼないと。それで何が変わるって言ったらジャイブで多少ジャイブも多少なんですよ1人2人抜けるかと、うん、スタートなんですよ一番の勝負のスタートでトップ走ったやつは大体トップなんですよこけなきゃ、うん、新しい新車の中風つけるし、前の人が走った面がぐちゃぐちゃな軌道のに乗らないでボードはコントロールできるしっていうもうすごい楽なんですよね。だからトップ走っちゃうとほぼそれはトップなんですよ。これはもうずっと見てたらもうそうなんですよ、うん、だからスタートでほぼ決まる。スタートの順番がほぼ、フィニッシュの順番みたいなことになってくるね。これトップになればなるほど結構それに近いかな、うん、決勝になればなるほど、うんね、ジャブみんなこけなくなるしトップスピード変わらないしそしたらスタートの順番が大体そのまま、ゴールの順番みたいなところあるんですよ、うん、まあ途中でジャブこける人はねもうこれはしょうがないですけどね、これはね、うん、これはもう勝負なしっていう感じになっちゃうんだけどもそう考えると私がこうスラム大会で、一番重要視してたのはやっぱりスタートね。最初から全然分かんないからダメだったけど勝てるちょっと勝てるようになってきた時にはやっぱりスタートですね。スタートにもう全集中 100% こう注ぐみたい、うん、でだからまあ本当に、それで勝ちたいと思えばスラム大会で決勝に行って勝ちたい優勝したいと思うんでしたらスタートの練習っていうのはもうものすごい重要ですね。とひたすらスタートの練習をするということをやってください。うん、で私も昔なんでねどうすれば勝てるんですかっていうちょっとね、トッププロに超トッププロの人に聞いたことあるんだけどやっぱりスタートだって言ってましたよね、うん、みんな時計見ながらねカウントダウンしてこうスタートのラインまで走っていくんだけどそこにトップスピードでラインが切れればほぼねトップこう何もうそのラインを一番で切れるっていうと大体あのゴールまでそのままっていう感じでねだからそれをねやって私なんか時計見て一生懸命練習したんだけどね見て練習してるじゃダメだねってちょっと言われたことがあるんだよね。私はもう30秒前からあの数えられますよ何秒何秒やっぱり普段からの練習をそういうことしてるみたいですね、うん、30秒前ぐらいかなからもう完璧に数えられるずれ1秒もずれないで、うん、まあ音楽でいうなんていうの絶対音感みたいなそういう感じの練習だと思いますよ、うん、秒を完璧に体に刻み込むみたいな。だから時計見てなくても大体最初の30秒ぐらいになったら大体あそこにいてそこから自分でカウントダウンしてね乗りながら時計見たりするとやっぱり難しいじゃないですか。だからそういうことができるって言ってましたね。多分今のトップクラスの人もみんなそうやってやってるんじゃないかと思うんですけども、うん、まあ会場スタートの場合はもろそれなんですね、うん、だからそういう練習しましょうみたいな。やったんだけどできなかったですね私の場合はね、うん、だからあーっと難しいなと思ったんだけどもまあ毎日毎日やってれば、うん、多分それに近いことはできる。近いことできればね、まあ、時計見ながらでも結構いいと思いますね、うん、みんなねジャストスタートってやっぱり怖いじゃないですか。1秒前に行ったらね、失格になってしまったりとかするのでね、失格っていうかもう一回やり直しとか結構なるので、うん、だからそういうことを考えるとやっぱりスタートっていうのは結構重要、うん、スタートが結構一番本当は重要ですね、うん、あとスタートはある程度今度切れるのってあとはジャイブっていうだから両方もう手に入れちゃうとこの2つなんですね。だから逆に言うとトップスピードなんですよ、うん、結構アマチュアの人ってトップスピードスピード上げるなスピード上げるなって一生懸命考えるんだけど私はもう逆に言うとスピードはアベレージスピードが出せればいいと。ガスティでもオーバーでもアンダーでもいつでも同じスピードが出せれば OK だと思うんですね、うん、トップスピードよりはそれよりはスタートと、ジャブの練習をした方が絶対いいと、うん、でもこれがね多分アマチュアの大会で勝つ方法だと思いますよ、うん、まあプロのねトッププロの中ではどうかは知らないですけどアマチュアでも勝つためにはもうこれさえ練習してれば、うん、いいと思います。
まあ、とにかくね、ジャイブはこけなきゃいいっていう考え方もありますね。まあでも決勝までちょっとそれだといけるか可能性は分かんないんだけども、うん、1回戦2回戦勝つんだったらね、ジャイブはこけないと、絶対 100% こけないジャイブをする、スタート、そしてスタート、やっぱり決勝まで行くとなると、やっぱり失速しないジャイブっていうのは本当に有利に働きますよね、うん、本当に有利です、超有利です、うん、だからスタートとジャイブっていうことをね、やった方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思いますね、うん、でもこういう話してるとやっぱり大会に出たことはですね、やっぱりそれを痛感してますよね、みんなね、うん、スラム大会でっていうことになるとね、うん、まあ本当ね、スタートだよねっていう感じだと思います、ね、ぜひともね、大会、スラム大会出てみたいなと思って、少しでも1番でも2番でも上位っていうかね、上に行きたいっていうふうに考えて いる方がいれば、練習の仕方はジャイブとスタート、スタートとジャイブっていう練習、だからまあ実戦でね、スタートの練習もできるけど、実戦だとやっぱりジャイブのスタート、あとはこうカウントダウンの仕方とか、うん、それ考えるとやっぱり、うん、これはね、普通のイメージトレーニングも全然できますよね。普段から全然こうカウントダウンに関してはできるんで、あとはね、このジャイブのっていうことをしっかりと、どんなコンディションでもいつでもできるっていうジャイブの方がいいかなと思います。うん、まあ、フラットの時には調子いいけど、ちょっと海面が海で大会出て外洋でやったらいきなりジャイブでこけまくりみたいな話だと、これ、話にならないですからね。うん、だから総合的にできるジャイブっていうのを練習するといいと思いますね、うん、失速しないジャイブ目指してちょっと練習してください。だからそのプロジェクトをね、今度、組んだんでね、これからやって、今1人2人新しく組んだらまだ1人2人ぐらいしかグループに入ってないんですけども、これからね、もしサロンに入ってね、こう優勝を目指すぞっていうね、スラム大会で一緒にやっていけばね、多分一緒のことがちょっと出る、まあ、基本的にさっき言ったような基本的なことですね、一番重要なこと、勝つための重要なことって言ったんですが、そこで今度ジャイブはどういうジャイブがいいのかとかね、うん、なってきますかね、どういうジャイブが一番いいのか、安定したジャイブっていうことをちょっとやってって、楽しみですね、半年後1年後大会出るようになって、決勝で、ね、出るようになったらちょっといいんじゃないかと思って、今日はね、そういうちょっと話をしてみました、ありがとうございました。